そう、早速なんですが、自分は筋トレ初心者レベルなんですが、食事について質問です。食べれる量を増やしたりプロテインを飲んだりしてるんですが、どうしてもお腹ばかり出てきてしまいます。鶏肉などを中心に食べているんですが、これは食事のタイミングだったりするのでしょうかと。体脂肪が増えているということは、まあ、単純に言えば摂取カロリーが、消費カロリーを上回っているということなので、これはね、腹筋のある程度ラインが見えるぐらいを、その、まあ、俗に言うさっきの太ってる状態というかね、あのオフシーズン、俗に言うオフシーズンでもそれぐらいをキープしろということなんだけども、やっぱりタイミングというのは大事で、トレーニング前後、ウェイトトレーニングをする前後というのは、やっぱりそこにある程度栄養を集中させるって言ったら変だけども、やっぱり体はそこで最も栄養を欲する時間帯、あとはトレーニング中に体はダメージを受けるわけない、その前と後の食事というのはすごく大事。もちろん体の新陳代謝、要するに安静時に体がどんどん燃やしてますよという、カロリーが安静時の代謝が低い状態なのかもしれない。でそれを高くするというのは、ウェイトレーニングは結局長期的に見た方がいいわけ。筋肉をつけて、その筋肉というのはエンジンなので、どんどんエネルギーを消費していくわけ。タイミングというところで考えていく場合、もしねトレーニングを、まあ、普通仕事終わってから行きます、ジムに行きますよと、7時ぐらい行って、まあ、8時に終わって9時10時には帰って、家に9時10時に帰ってきて、その後、まあ、11時とか12時に寝ますという場合、要するに朝起きた時っていうのは体 のインスリンレベルが低い状態でしょ。夜寝て寝る時食べてないんで、インスリンレベルが低い状態イコール体脂肪を燃やしやすい状態という状態を、まず朝ね炭水化物を食べないというか、キトダイエット的な朝、そこからトレーニング前6時からとしたら、まあ3時に食べれましたよと。そこまでは炭水化物のないゼロカーブの食事で、まあ脂質とプロテインを、タンパク質を中心に食べて、トレーニングの直前にプリワークアウトでさっき言ったグライコフィルであるとか、早く栄養エネルギーになる炭水化物を取って、そこから炭水化物を取り始めると。なので1日を脂肪燃焼の時間帯、それからアナボリックの時間帯に分けるというやり方もある、タイミングということで言えばね。なので明らかにお腹が出てきているという場合、これはもう一回言うと、質もそうなんだけども、このタイミング、あとはカロリーが同じでも、やっぱり最初はずっと脂肪燃焼の体脂肪、炭水化物のない状態から、後半にトレーニング前後に前中後にかけて炭水化物を多くしていくという方法も考えられるということですな。サブスクライブもよろしくお願いします。ではまた次回。